これがルナの塔。すごく大きな建造物だ。ここを攻略していけば君の記憶が戻るかもしれないんだね。ところで、さっきから誰かに監視されているような視線を感じる。敵かもしれないから油断しないで。そこにいるのは分かっているぞ。隠れていないで出てきたらどうなんだ。あ、やっぱりバレちゃいましたか。つむぎ、なんでここにいる。なんでって、騎士さんがレイ様と一緒に歩いていたからつけてきたんですよ。まったく、私がいないところでもレイ様に色目を使うなんて、相変わらずとんでもない人ですね、騎士さんは。え、色目を使う？彼はそんなことはしていないぞ。ここには彼の記憶を取り戻すためにやってきたんだから。私もついていていいですか。レイ様にもしものことがないように護衛役を務めますので。騎士さん、レイ様に悪さしないようにしっかり監視しますからね。覚悟しててください。でもまあ、ちょっとくらいは騎士さんの記憶を取り戻すお手伝いをしてあげてもいいですよ。紬もいれば少しは安心して攻略できるかな。君の記憶を取り戻すから頑張ろう。ふう、これでこの辺りの魔物は片付きましたかね。いい調子したね、紬。いつの間にか腕を上げたんじゃないのか。本当ですか。レイ様に褒められるなんて。君もありがとう。おかげで順調に登れているよ。あ、騎士さん、またそうやってレイ様の気を引こうとしていますね。レイ様を強化して取り入ろうとしたって、私がそうはさせませんから。紬、いくらなんでもそんな言い方はないんじゃないのか。それは紬の思い込みだよ。彼は紬が言うような下劣な人間じゃないぞ。いえいえ、気をつけてください。レイ様、男はみんな狼なんですから、絶対に油断しちゃいけませんよ。狼ってそんなわけ。男は狼、狼人間ですよ。振り向けば背後にいて私たちを食べようとしてくるんです。紬は大げさだな。いいですか、騎士さん、私は騎士さんがレイ様にちょっかいを出せないように見張るためにやってきたんです。だから絶対に私の目の届かないところには行っちゃダメですからね。あと、もしはぐれても私のところに戻ってきてくださいよ。できれば二人には仲良くなってほしいけど、これでは先が思いやられるな。紬。はい、いきなり背後から強い魔物が出てきたからびっくりしちゃいました。騎士さんが気づいてくれなかったらちょっと危ないところでしたね。私からもお礼を言わせてほしい。紬を救ってくれてありがとう。騎士さんってたまに優しいところあるんですよね。だから彼は悪い人じゃないって言っただろ。そうかもしれませんね。この間も私なら本物のアイドルになれるって褒めてくれました。うん、きっと紬も本当に彼を嫌っているわけじゃないんだ。彼は私のありのままを受け入れてくれた。紬も彼との友情が深まればきっと。あ、騎士さん、一人でどこに行こうとしてるんですか。私の見えないところに勝手に行かないでって言ったでしょう。言うこと聞かないと本当に縛り上げますからね。いや、仲良くなるのはまだまだ時間がかかりそうだな。いった、腕をすりむいちゃいました。だから気をつけた方がいいって言ったじゃないか。
倒せたからいいけど、ああいう敵は連携してかからないと厄介だって前も説明しただろ。ちょっと油断しちゃったみたいですね。あ、騎士さん、手当てしてくれるんですか？ありがとうございます。へえ、絆創膏とか持ってるんですね。え、お世話してくれる女の子に持たされた？コッコロちゃんって言うんですか？まあ私には関係ないので別にいいですけど。あれ、キジさんも袖が破れかかってるじゃないですか。ちょっと待っててくださいね、すぐに補修しちゃいますから。もう動かないでじっとしててください。まったく、しょうがない騎士さんですね。紬たち、なんだか急に仲良くなってないか？それに紬は私を護衛すると言ってついてきたのに、さっきからずっと彼とばかり話をして。大体彼も彼だ、さっきから紬の心配ばかりしてるじゃないか。この間は私のこと師匠だって言ってくれたのに。私は嫉妬してるのか？あ、いやいや、そんなはずは。うわ、レイ様がすっごくこっちを睨んでる。さっきのバトルちょっとヘマしちゃったからな。って夢中で縫ってたら騎士さんの顔がすごく近い。ほら騎士さん、縫い終わりましたよ。シッシッ、これからは服を破かないように気をつけてくださいね。いつも隣に私がいるわけじゃないんですから。あれ、私なんでこんなこと言って。この辺りの魔物も大体討伐できたみたいだな。二人ともお疲れ様。ところで、紬は彼とどうやって知り合ったんだったかな？私の店のバイト募集ですよ。そうか。あ、別に深い意味はないんだ。深い意味は。もちろんです。だって私はレイ様一筋なんですから。騎士さん危ない！抱きついてる。早く離れるんだ。あいたたた。で、私なんで騎士さんに抱きついて。いやあ、こら紬、彼をこっちに突き飛ばすな。はて、君今変なところを触ったでしょう。ちょっと、なんでレイ様に抱きついているんですか、騎士さん。離れてください。だいぶ上の方まで来たんじゃないですか。そうだな、悔しいけど私もこの辺りが体力の限界だ。君にも感謝するよ。私たちを強化してくれたおかげでこの階層まで進むことができた。あれ、そこに落ちてるの何ですか？何かの欠片のようだ。あ、急に光り出したぞ。紬、急に抱きついてきたらびっくりするじゃないか。大体中等部と合同で文化祭をすることになっただけで、これもれっきとした授業なんだ。節度は守るようにと前も言っただろ。
私のクラスがレイ様のクラスと一緒にお化け屋敷をやることになるなんて思わないじゃないですか。言うなれば今だけはレイ様とクラスメイト。あはん、もう私感激です。私がクラス選びのくじを引いたばかりに。しかしいつまでもそんなことは言ってられないな。もう明日からは文化祭の本番なんだから。みんなが頑張ってくれたおかげでお化け屋敷はかなり本格的に仕上がったと思う。私だってレイ様のために頑張って衣装を作りましたよ。見てください、この白装束。レイ様の美ボディが最も際立つように調整に調整を重ねた自信作です。そのために服のサイズを教えたわけじゃないんだけれど、でもお化け役のキャスト全員分の衣装を作ってくれたんだって。つむぎもありがとう。いえいえ、レイ様のためなら何でもしますよ。特にレイ様はお化け屋敷の鳥を飾る大事な役目なんですから、誰よりも目立って叱るべきです。レイ様が演じる雪女、さぞかし美しいんだろうな。おいおい、せめてお客さんが驚いてくれるような見た目じゃないと困るよ。これでも本格的なお化け屋敷を目指してきたんだ。わかってますよ。だからあの人を呼んでいるんですよね。うん、客観的な意見は貴重だからね。本番の前に彼から感想を聞いておきたいんだ。そのために学校には部外者も入れるよう申請も出したし、そろそろ来る頃だと思うんだけど。レイ様を待たせるなんてとんでもないストーカー男ですね。って、あれ、騎士さんじゃないですか。本当だ。いや、来てくれたんだね。こんな日に呼び出してすまない。連絡した時にも言ったけど、今日は私たちが作ったお化け屋敷を体験してほしいんだ。もちろん楽しんでもらえるはずだよ。私たちの自信作だからね。きっと度肝を抜かれると思うよ。驚かなかったら私が縛り上げますからね。覚悟しててください。ちなみにお化け屋敷の感想は男女両方からの意見が欲しいと思っているんだ。だから君には女の子と一緒に入ってもらいたいんだけど、いいかな。女の子？それじゃまるでカップルみたいじゃないですか。ダメですよ、この人変態なんですから。変態なんて言い過ぎだぞ、つむぎ。大丈夫、彼はそんな人じゃないよ。まあ私は関係ないからいいですけどね。で、誰なんですか。騎士さんと一緒にお化け屋敷に入るかわいそうな女子は。つむぎ、君だ。紬はずっと衣装を作っていただろう。うちの生徒でお化け屋敷の内部を知らないのは君だけだからね。ひどいです。これも騎士さんのせいですからね。いいえ、騎士さんが悪いです。レイ様のお願いだからしょうがなくカップル役してあげますけど、変なことしたら本当に縛り上げますからね。覚悟してくださいよ。カップル役ではないぞ、つむぎ。うわー、思ってたより本格的なんですね。この墓石なんてすごく細かく作り込んでる。あ、ここから先は壁に絵が描いてあるんだ。うんうん、西洋風で雰囲気出てるし、これならお客さんも結構怖がってくれるんじゃないですか。私はこういうのへっちゃらなんですけどね。って、あんまり近寄らないでくださいよ、暗いんですから。騎士さんは変態のストーカーなんですからね。見た目の評価はなかなか良さそうだな。美術部を総動員して作ってもらった甲斐があったよ。紬は彼のことが苦手みたいだから、これをきっかけに少しは仲良くなってほしいな。まあお化け屋敷を怖がってくれたらもっと嬉しいんだけど。
く怪しい棺桶が置いてありますよ。どうせ中からゾンビみたいのが出てくるでしょ。せっかくなんで出てくるまで待っててあげましょう。ちょっと待たせすぎじゃないですか。コンコン、おい、お客さん来てるよ。え、後ろ？またそんなこと言って私を怖がらせようとしてるのバレバレです。はいはい、そういうのは結構です。中に誰もいませんよ。教えてあげただけなのに。騎士さん、ついてきて。びっくりしました。多分さっきいたの私のクラスメイトです。ごめんなさい、私びっくりして転んじゃって。え、手を貸してくれるんですか。ありがとうございます。じゃあお言葉に甘えて。あ、でも手をつないでるからって変なことしないでくださいよ。今はしょうがなくなんですからね。なんてね。騎士さんってたまに優しいところあるんですよね。この前は洋服を買うのに付き合ってくれましたし。どれどれ、あれ、紬が彼と手をつないで歩いてるぞ。紬は彼のことをあまりよく思っていなかったようだから、これはいいことだ。しかし、なんだろう、このモヤモヤする気持ちは。あ、次は火の玉なんですね。へえ、なんか綺麗じゃないですか。ずっと見ていたくなりますね。なぜ驚かない。この仕掛けは作るの大変だったんだぞ。まるでホタルみたい。ちょっとここに座りませんか。こうやって騎士さんと並んでると、またカップ。やはー、冷たい。何かが首筋に落ちて。あれ、これこんにゃくじゃないですか。ひゅー、どろろろ、これプリンじゃないの。誰にも見えてないし、もう少し探すな。ああ、ぶら下げていたこんにゃくの糸が切れてしまったみたいだ。つむぎ、なんて運の悪い。なんでここでこんにゃく？怖いんですけど。あ、いたったった。もう、また転んじゃったじゃないですか。っていうか、このお化け屋敷、どうしてこんにゃくが飛んでくるんですか。もう、私ぶつかるの嫌ですよ。そうだ、騎士さんが私の前に立って飛んでくる仕掛けに全部当たってくださいよ。男らしくていいじゃないですか。ほらほら、捕まるんでさっさと歩いてください。か弱い女の子が心配じゃないんですか。お、急にやる気になりましたね。じゃあ騎士さんのことちょっとは見直してあげますね。何か話しているみたいだな。って、いきなり腕を組み始めた。それはちょっとやりすぎじゃないのか。不純だぞ、二人とも。いい雰囲気になっているし、これじゃまるでカップルじゃないか。なぜだろう、すごくモヤモヤする。仕方がない、ここは計画を変更してあれをやるしかないようだな。紬たちを怖がらせる最後のチャンスだ。あれから何も飛んできませんね。多分ですけど、次が最後の出し物になると思います。あー、楽しみだな。どういうことか気になりますか。実はこのお化け屋敷の鳥が雪女のレイ様なんですよ。私が衣装からメイクまで担当した超絶美しいレイ様です。洋風のお化け屋敷なのに最後は和風なんだねって。
そんなこと気にしてるんですか？美しいレイ様が見れればどっちだっていいじゃないですか。ま、ドラキュラ役に決まっていたの、私が無理って雪女に変えてもらったんですけどね。お化けの格好をするならレイ様は絶対和装の方が映えると思うんです。ほらほら、柳の木が見えてきましたよ。あの人影、レイ様じゃないですかね。もっと近づいてみましょうよ。何言ってるんですか。そんなこと言って私とレイ様の時間を邪魔する気なんでしょ。はあ、もうしょうがないですね。じゃあ一緒に行ってあげますから。ほら、腕に捕まってください。レイ様、早く振り向いて。お前を凍えさせてやろうか。そうだぞ、私はレイだ。待て、なんで彼に抱きついてる。いやー、来ないで来ないで。レイ様がそんな変なメイクしてるわけないでしょ。なんて失礼なことを。これは頑張って自分でメイクをし直したんだ。そんなことより彼から離れて。え、私なんで騎士さんに抱きついて。いやー、こら、彼をこっちに突き飛ばすな。って君、今変なところ触っただろう。もしかして今まで私のことをそういう風に見ていたのか。え、もしかして本当にレイ様なんですか。だったら騎士さん抱きついちゃダメです。一体どうしたの、何の騒ぎ。縛り上げてる。ほら騎士さん、さっさと謝りなさい。待ってくれ、これは違うんだ。あっ、今のは。つむぎ、早くメジャーを手から離せ。って、あれ、今の夢だったのか。夢？私、レイ様と同じ夢を見てたってことですか。私が自分から騎士さんに抱きついて、彼が私の胸に飛び込んできてあんな風に触られ、あ、いや、断じて違う。こんなのはただの夢だ。夢でまでこんなものを見ちゃうなんて。それじゃあまるで私が彼のことを意識してるみたいじゃないか。そんなわけは。って騎士さん、何見やけてるんですか。レイ様に色目を使うのはやめてください。もう許しませんよ、縛り上げます。そうだな、しばらく頭を冷やすといい。ふふ、騎士さん、覚悟してください。おとなしくお縄につくんだ。あ、レイ様逃げましたよ。そっちから回り込んでください。わかった。こら、待ちなさい。お前、こんなところで何してるの。そんなことより早くプリンをよこすの。